超綺麗だったよね。腕上げましたね。お口開けてください。口元美容の香りです。いやー、今日は友達がまた来てくれました。イエーイ、めっちゃ楽しいお友達でね、仲良くさせてもらってんねんけど、実は私サルサやっててね、サルサって知ってるんだすよね。5年ぐらいやってるんだな。まだまだ全然上手くなれへんねんけど、レッスン嫌いやね、練習全然できてないね、だからあんまり上手くなれへんねんけど、すっごい昔からしてはるすごい上手な人やね、大先輩大師匠やねんけども、近くに住んではるからっていうことで、あのお手入れ来てくれてまーす。嬉しいなー。こんにちは。あ、何してんの、何してんの、撮ってるんですよ。マジですか。マジですよ。マジですよ。ちょっとやめてた。誰やねんね。大師匠ですよ、大師匠。すごい上手なんですよね。サルサ、サルサ教えてもらってるんですよ。まさかライブちゃうね。ライブじゃない、ライブじゃない。大社嫌いなんですって。あなたもちっちゃい頃からトラウマです。痛いの、ね、痛い思いをしたのね。だからもう歯医者嫌いねんな。そう、うん、もう歯医者にもお世話にならんようにちょーん思って歯医者来てくれてます。はい、これ一番大事なことですね。先生なんかええ感じでやってくれるみたい。信用してキャリアがあると。そうだね、ちょっとね、あまりにもキャリアありすぎないのと困るけど、いいぐらいのキャリアですかね。あー、よかったです。ちょっと安心してもらえたら一番いいかなと思います。はい。で、今日は今日は20秒のお手入れしますよ。お願いします。はい。かけてんの。かけてる、そう、うん、かけてる言ってますよ。あ、痛くはない、頭ないんね。うん、痛くはないんだけど。あー、じゃあ大丈夫。うん、じゃあピリッときたから。あ、ピリッときてるやん。いや、でもピリッときたけど、ずっと痛くはないんだ。あ、ずっと痛いわけじゃないけど。その瞬間だけ。瞬間だけピリッときたから。銀河脈を噛んだような感じ。あー、キンってなってんってくる感じね。それも打ってほしいもんね。薬塗りましょう。噛み合わせがややこしいな、ここな。難しいな。噛んでください。え、今からやんね、お手入れ。あ、めっちゃ、でも今日綺麗だったよね。腕上げましたね。いや、めっちゃうまかったよ。言われた通りやらんとさ、老化していくやんか、やっぱ。そうやんな、老化する、老化する。なんか、ハープレでもな、寂しいやん。めっちゃ優等生、びっくりした。ピカピカですわ。時間かけてますね。ねえ、時間かけて磨いてんねや。もう、細かやから、もう、するとないから、もう、ずっと。磨きに集中してる。よかったー。大事にしましょうね。はい、お手入れ。歯は命。歯は命？歯は。歯は命ね。ね。サルサ業界でも命やね。もうなかったよね。もう恥ずかしいぞ。そうやね。ね。社交の前からね。社交の前。社交の前から。マジで歯医者嫌いやねんって言うてはってんけど、今はもう本当に歯は大事と思ってくれてはるから、めちゃくちゃ歯磨き上手にならはったんよね。歯並びとかもちょっと難しい、ちょっとガタガタしてるところがあったりすんねんけども、そこもきっちり綺麗に磨いてはるから、いい感じでーす。これから先も絶対最後の最後までご飯って食べなあかんやん。歯ってずっといる道具なんよね。大切に、大切に扱っていきたいでーす。皆さんも大事にしてよー。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またでーす。ということで、歯の相談とか、歯医者さん行きたいわーなんていうご要望をいただいております。それでそれで、公式 LINE っていうのをやってるんですよ。公式 LINE に登録してもらったら、美しい歯を保つために、綺麗な笑顔で一生過ごせるように、そんな願いを込めて私が監修した虫歯にならない、歯磨き以外の方法をまとめたもの。それから、それから、歯周病なってないかな？だってさ、4人に3人は歯周病って言われてる時代やで。自分の歯周病大丈夫かなっていうチェックリスト、プレゼントしてまーす。ほんで、さらに、歯医者さんまで来てくれたら、オリジナルポーチに入ったセルフケアセット。こんなプレゼントも用意して待ってるからねー。公式 LINE。登録お待ちしてまーす。